やっほー、こんばんは。やあやあやあ、夜分遅くに失礼いたします。さっき帰ってきた。こんばんはです。マツカリン、マツカリン。なんかもうね、前髪とかくしとか探したり、ちょっとメイク直したいとか思ったりしたんだけど、もう時間がなくて、もうもうバタバタで始めた。やっほー、今日も一日頑張りましたわ、頑張りましたわ。やっほー、皆さんもお疲れ様です。翔一さん、クマありがとうございます。すごいギフトがお月見になってるの。翔一さんありがとう。ツナさんもありがとう。クマ、ビルマさんもありがとうございます。そう、今日は午前中はビジュアル撮影からの稽古でした。盛りだくさんな一日でした。もうちょっと、おつかりんちょっとおつかれんは、それはもう違う人か。え？月見とかぐや姫ギフトなんだ。そう、だから今日はちょっとね、あれかも、メイクが薄いかも。リップとかは今はもう自分のやつだけど、メイクが薄めでした。また公開されるのを楽しみにしてくださると嬉しいです。すごい素敵な感じで撮っていただきました。個人的にはそのゆらちゃんと二人で撮ってるショットのがめっちゃお気に入り。ギフトもいっぱいありがとうございます。ありがとう。もやし生活さんお疲れ、ありがとう。かずさんもくまありがとうございます。よしこさんミラーボールありがとう。ようちゃんさんお月見団子10個、ありがとうございます。ありがくま、お団子もありがとうございます。ビジュアル公開もいつぐらいにあるのかな、あると思うので楽しみにしてくださると嬉しいです。そうか、お月見の季節か。そうよ、私は高校 JK です。高校生役です。なんかちょっと途切れてるかな、大丈夫かな、電波大丈夫そう。つかれさん、コーラさん、いっこさん、まあありがとうございます。かずささんもありがとう。よいしょ。そう、途切れちゃう。今日ね、昨日の夜も
あんま食べてなくて、朝から17時ぐらいまでなかなか食べる時間とかがなかったので、すごい腹ペコで、すごい腹ペコで、でもみんな結構そんな感じで、え、止まってる？大丈夫かな？電波が悪いかな？あ、動いてる？けんちゃんめちゃかわいい、ありがとうございます、ありがとう。あ、やっぱじゃああれだ、 Wi-Fi 今切ったから、やっぱり Wi-Fi つなげてない方が良さそう、良さげだね。ループしてたの？それはそれは失礼いたしましたわ。今日はあの舞台のいただいた T シャツ着てた。全然映らんけど全然映らんね。私も今日眠かった、めっちゃ眠かった。途中であこれ無理だって思ったから、夜ぐらいにちょっと休憩時間が10分間ぐらいだったので、ちょっと稽古場から一番近い自動販売機はリアルゴールドが売ってないのでちょっともう一個先の自販機まで走って、リアルゴールド缶のちっちゃいやつ買って、もうその場でそのもう自販機の買って、横でグッ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 って飲んでもうその自販機をこのねゴミ箱に捨ててきて頑張りましたそう頑張ったよ。もう体を叩き起こさなきゃって思って、そのおかげでちゃんとあの22時まで稽古乗り越えれたそうよ、エナジー大切よあ、腰に手を当てては飲んでなかったななあ、ちょっと次から腰に手当てて飲むよ、そうしよう。そうしよう。でもやっぱね、飲んだらなんか分からん、思い込みかもしれんけど、ちょっとシャキッとできるよね。あ、もう前髪もなんかいろいろ変だけど気にしないで。気にしないで。よいしょ。え、涼しいよね。寒いぐらいだよね。今日今は半袖なんですけど、ずっと上着着てた。私まだパジャマはさ半袖なんだけどさ、いつぐらいから長袖のやつにしようかなってちょっと思ってる。ね、急にね寒くなってきたよね。
あ、そう、聞いてほしい。今日はビジュアル撮影だったので、いつもとは違うね、稽古場じゃないスタジオ、撮影するスタジオの方に集合場所だったので、ゆらちゃんと2人で朝からいろいろさまよってたんですけど、なんかすごい初めて行く場所とか、あ、この駅、あ、よく聞くとこだみたいなとことかいっぱいあって、なんか東京を実感しました。でもそう、ちょっと迷っちゃった。どの、なんかさ、一つの駅に行きたくてもさ、遠回りするけど行くとかさ、でもこっちの線に乗った方が近いとかさ、いろいろあるから難しくて迷っちゃいました。ゆらちゃんが駅の人に聞いてくれてそう、ちょっとね、分かった、難しいって思った。もうこんな時間か、あっという間だね。ほんとちょっとだったけど、話してくれてありがとうそう、ちょっとなんか、あの、いや、私もね、聞こうって思ってたんだけど、私が聞くより先に、あの、そのゆらちゃんがそう聞いてくれたというか、そう、全然私も聞こうと思ったんだけど、そう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 、ちょっとたまたま偶然ね、ゆらちゃんの方が先だったっていうかそう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 、全然全然全然、そんな私聞けないとか、そんなそんなそんなんじゃないけども、はい急に早口で、壇上読もうかな、壇上を読ませていただこうかと思います。ダダダン、13位ポッチンさん、12位カズさん、さやかに倒し、11位ヨシヒコさん、10位ビルマさん、9位イッコーさん、8位コカ・コーラさん、7位ツナさん、6位ケンちゃん、5位ヨウちゃんさん、4位もやし生活さん、3位カズサさん、2位お疲れさん、そして1位翔一さんです。ありがとうございました。ありがとう、みんな今日も一日お疲れ様です。そうだ、月曜日だ、お疲れ様です。ゆっくり休んでね、みんないつもお疲れ様、頑張ってて偉いね、頑張りすぎないようにね、うん。それじゃあ、おやすみなさい。ありがとう、ゲリラで15分だけだったけど話せて嬉しかったです。おやすみ、バイバイ。明日も頑張って行きましょう。バイバイ。